最初は全員で退場だったキングプリンス分裂の真相、平野市用と幼馴染長瀬角が決裂した過去。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンス以下、キンプリの平野市用、岸ユータ、神宮寺ユータの脱退が5月22日に迫っている。 デビュー5周年の記念日となる5月23日から、キンプリは長瀬角と高橋山の二人で活動していく。5人最後の日を目前に、続々とテレビ出演のスケジュールが発表されている。気負い合う6人が集められたキンプリ、5月18日には、日本テレビ系、ぐるぐる99の人気コーナー、ごちになります、に平野さんが出演します。 19日にはテレビ朝日系のミュージックステーションにグループで出演することが発表されています。テレビ誌ライター。5月20日には冠無理番組キングプリンスル。日本テレビ系のゴールデン2時間スペシャルが放送される。5月3日4日に新潟県でロケをしていた様子が目撃されファンを中心に SNS で拡散されました。メンバーは 彼らを一目見ようと集まった住民に笑顔で手を振るなど、とにかく上機嫌。仲の良さそうな様子だったそうです。同テレビ紙ライター、ジャニーズ事情に詳しい下田昭宏さんは、彼らの関係性について、こう分析する。仲はいいけれどただの仲良しだけではなくお互いをライバル視しながら高め合える関係だと思います。このようなグループが形作られたのは、 その歴史が影響しているという、キンプリの全身ユニットは15年年6月に結成されたミスター・キングブズ・ミスター・プリンスです。高橋さんと関西 JR として人気を集めていた平野さんと長瀬さんによるミスター・キングの3人と、岸さんと神宮寺さんとキンプリの元メンバーである岩橋玄樹さんの3人によるミスター・プリンスで構成されていましたスポーツ上記者。 は体を表していていいグループ名に vs とある通り気負い合う6人が集められたのではないでしょうか例えば平野くんは高橋くんのダンスをジャニーズの中で一番だと話していますが、平野くんも自信があったはず。自分よりダンスが上手そうな年下のメンバーと組むことには焦りも感じたことでしょう。ミスタープリンス。 は、それぞれの入所当時から東京 JR として切磋琢磨しており、自発的にライバル意識が芽生えていったのだと思います。下田さん。しかし、15年年明けにミスターキングブズ・ミスタープリンスは分裂。ミスタープリンスの3人はしばらくグループ名が与えられず、仕事も激減しました。神宮寺さんは当時について心が折れそうになったと振り返っています。 キシさんは退場も考えたそうです。アイドル編集者。自分の頭で考えて決める教育を16年年になり、グループ名を失っていた3人にも名前が与えられた。ミスター・キングとプリンスとしてそれぞれのグループで活動するようになりました。この期間もメンバー同士でまた6人でくっつきたい安心してパフォーマンスできるのは、 この6人だとよく話していたそうです。同アイドル編集者。そこでついに動いたのは平野だった。神宮寺さんにジャニー北川社長へのデビュー時課談判の計画を打ち明けたのです。平野さんの思いを聞いて神宮寺さんも決意を固めてから6人での食事会が開かれました。芸能プロ関係者。 平野の口から話すまで、食事会の真の目的は伏せられていたという、自分で説得したい思いがあったそうです。しかし、岸さんと長瀬さんは、はじめは自家断パンに反対しました。それでも、話し合いを重ねることで全員の考えが一致したそう。 自家判に失敗したら退場という覚悟まで決めて、17年年9月にジャニーさんの元へ6人でのデビューを頼みに行きました。同芸能プロ関係者。見事に思いが実り、18年年1月17日、キンプリとしてのデビューがメンバーに伝えられ、その2時間後に会見が行われた。全員で意志を固めてデビューを果たした後も、 キンプリは、とにかく話し合いを大切にしてきた。ジャニーさんがデビュー曲をメンバーに選ばせるなど自分の頭で考えて決めるという教育を特に強くしてきたグループではないでしょうか。ただ、デビュー後1年ほどでジャニーさんが亡くなってしまいました。それ以降、自分たちで方向性を決めているという発言が増えたので、さらに自覚が強まったように思います。下田さん。 今回の退場もメンバー間での話し合いが行われた。もともとは平野さんから言い出したそうです。平野さんは責任感が強くて熱い性格。デビュー時家談判を主導した経緯もあってメンバーを背負っているという気持ちが強くありました。そんな平野さんが退場したいと話したことで他のメンバーもどうすると考え出しました。テレビ局関係者、いかどう。 苦楽を共にしてきた絆、そしてデビュー時と同様、全員の方向性を一致させた。一旦は全員で退場という結論が出たそうです。しかし、長瀬さんと高橋さんはドラマの仕事を入れると、ジャニーズ側から引き止められました。そして、二人は事務所に残って金プリを続けることを決め、平野さんと岸さんと神宮寺さんが退場することになりました。 このことでメンバー間の関係も悪化。関西ジャニーズ JR 時代から幼馴染みのような関係だった長瀬さんと平野さんの仲が一時、決裂してしまったこともありました。前出の下田さんは完全に心が離れた結果というわけではないと推察する。デビュー時にいきなり集められたメンバーではなく10代の頃から切磋琢磨してきた関係です。 さらに、自分たちの意思で6人でのデビューを選んだグループなので、根底にある結束力は強いと思います。クラックを共にしてきた絆があることで、お互いの譲れない部分を理解しているからこその結論ではないでしょうか。それぞれの意思や、今後の人生のビジョンは、説得したからといって揺るがないものだと分かっていたのでしょう。 お互いを大事に思うからこそ、それを尊重し合ったのだと思います。まもなく迎える5人最後の時間は、笑顔で。下田明宏、文化系ウェブマガジン、チェリー、編集長。ジャニーズに造形が深く、テレビやラジオにも多数出演している。19年年には、ジャニーズは努力が9割、新調新書を刊行。 平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。